どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このなんかパサパサ毛あるじゃないですか、これの、簡単な直し方について紹介します。はい、ということで、まあ髪質関係なく、例えばですけど硬い髪の毛だったり普通の髪の毛だったり、こう猫っ毛の方だったり、こういうなんかね、あのパサパサ毛って絶対出てくるかなと思うんですけど、まあこれの直し方って多分水濡らしたりとか、なんか必死にブローとか、結構するかなと思うんですけど、今回はもう本当にこのミスト、トリートメントミストですね。で、こういう商品で結構出てるかなと思うんですけど、皆さんあんまり使ったことないかなと思うので、でこれを使うと結構案外簡単に、結構収まってくれて、いい感じになるかなと思いますので、あ、まあこれとあのクルクルドライヤーとかが一番ベストかなと思いますので、いつもね気になってた方だったりとか、まあこの秋とかでも結構ね下ろされる方だったりとかも多いかなと思うので、この方法でぜひ綺麗な髪の毛、艶髪になってください。それでは動画をどうぞ。まずはもうドライの状態、まあ朝起きた時の状態とかですね。で、この状態からまずブラシで溶かしていきます。何をするにもそうなんですけど、最初にブラシで溶かすのがポイントなので、しっかりとね溶かすようにしてください。次にトリートメントのミストを使っていきます。で、細かい髪の毛だったりとか、ちょっとパサつきが気になるところにつけていきます。ある程度気になるところについたら、もう一度ブラシで溶かしていきます。この時に引っかかりがあったりとかしてね、こう無理やりこう溶かしてしまったら結構ダメージも出るので、あの濡れてる時はより優しく溶かすようにしてください。で、今ミストをつけた状態なんですけど、あの水とかで結構やられる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、それだと乾いた後に毛羽立ちとかがちょっと出やすかったりもするので、なるべくねトリートメントミストみたいなやつだと結構ね髪の毛の保護もしてくれて、栄養分も補給してくれるので、毛羽立ちだったりとかパサつきっていうのもちょっと出づらい状態になってるので、トリートメントミストをつけてます。でも、あの水つけてからトリートメントミストも全然 OK なんですけど、ちょっとねあの横着したい方はトリートメントミストだけでも OK です。で、この状態で、次にね、くるくるドライヤーを使います。で、ドライヤーとかでビチャビチャになってる方っていうのは、もうドライヤーでしっかりと乾かしてからくるくるドライヤーの方がいいかなと思うんですけど、ちょっと軽く湿ってて毛羽立ちだったりとかパサつきが収まってる、状態だったら、もうそのままくるくるドライヤーで OK かなと思うので、これで、今からブローをしていきます。こんな感じで毛羽立ちが収まってます。多分ね、結構気にされてる方はすごくわかるかなと思うんですけど、絶対に乾かした後とかってなんかね、どんだけ頑張ってブローしても結構ね細かい髪の毛が多分出てくるんですけど、そんなに出てないかなと思うので、結構ね個人的にはトリートメントミストね、だいぶおすすめです。はい、ということでこんな感じでやってみました。多分ね、本当にいつも気にされてる方は結構違いが分かるかなと思うので、ぜひ一回ちょっと試してもらいたいなと
思うんですけど、で基本的にはおさらいで、まずはやっぱり 何にしろ、ブローだったりとかなんかね、アイロンで巻くときでも何でもそうなんですけど、まずはブラシで一回溶かす。でやっぱそれがすごく重要になってきます。で、なんでしょう、溶かさない状態で濡れて、濡らしたりとかするじゃないですか。でそこからこう絡まって溶かしづらかったりとかして、濡れてるときって結構ねダメージが出やすい状態になっているので、絶対ね濡れてる状態で無理やり溶かすのは NG で、基本的には乾いている状態で、優しく溶かしてあげて、ミストだったりとかをつけてあげる。で、水をつけてからミストでもいいんですけど、もう個人的にはミストだけでも全然いいかなと思うので、ある程度全体的につけて、で、もう一度軽くなじませるために、ブラシで溶かしてあげる。で、その後にドライヤーでもね、ブローでも全然問題ないです。なんですけど、一番簡単にできるのは、やっぱり、こういうくるくるドライヤーが一番ベストかなと僕は思うので、やっぱりねこういうブラシドライヤーっていうのはブローしながら、だから結局なんかね癖も多少伸ばしながら綺麗にねしてくれるかなと思うので、個人的には一番こう使い勝手がいい商品かなと思うので、なるべくねその上から、溶かしてあげる、溶かしながらこう乾かしてあげる。で、ボリュームが欲しい方ってね、さっき僕基本的には上からこう当てていったんですけど、ボリュームが欲しい方は、まあ、下からこう、ね、2回目でちょっとこういうふうにこう、なんですか、根元を立ち上げるようにやったんですけど、そういうふうにやったりとかして、こう表面もちょっと溶かしてあげる。で、そういうことによって、ボリュームもちょっと出やすくもなるかなと思うので、そういうふうにやっていただいて、で、一番最後の最後に、冷風をちょっと入れてあげる。軽くね、冷たい風でキープしてあげるっていう感じですね。固めてあげるみたいな感覚かもしれないですけど、あったかいドライヤーで、風で乾かして、で冷たい風でやってあげることによって、結構ね髪の毛ってね綺麗に、形づいてくれる状態になってくれるので、それやるだけでも、まあ、今からの季節ちょっとね夏場は難しいかもしれないですけど、今からの季節は結構一日持ってくれるかなと思うので、でも乾燥しやすい方はちょっとね難しいかもしれないんですけど、結構ね表面とかだったらそんなにね乾燥してる人も結構少なかったりもするので、で今の時期からやったら結構使える方法になるかなと思うので、まあダウンスタイルで下ろす髪型だったりとか、まあヘアアレンジでまとめる方とかでも結構ね表面が結構ツヤが出てたりとか、アホ毛が収まってるだけでも印象だいぶ変わってくるかなと思うので、一回皆さん試してみてください。結構感動すると思います。で、ミストとかのトリートメントに関しては、多分ね、いろんな商品出てるかなとか思うので、お好みの商品でも全然問題ないかなと思います。なので、今お使いでね、ミスト使ってるよっていう方は、一度ね、それでちょっと試していただいて、やってあげると効果が出るかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。